まずは自分の心の声を聞いて、自分は何がしたいんだろうと。自分幸せってさ、自分がさ決めるものだしさ、人それぞれじゃん。だからでも自分は分かってんじゃん、自分がまだ足りてないこととか、自信持てるものがないこととか。自分の思ってることを言うのってすごく大事で、人から得られる無形の感情、それを向けられた時にさ、初めてさ自分の承認が満た欲求が満たされたり、幸せって感じるじゃん。幸せになるって決めること。じゃあ質問来てます。はい。人から認められたくて、いろんな勉強をしたりスキルを身につけたりしていますが、どんだけ頑張っても満たされて辛いです。どうやったら本当に満たされると思いますか？人から認められるっていう方向性でやってる時点で、自分を満たすことは難しいかもしれないなって思って、なんか表面的なさスキルとかさ、できることをバーって増やしたところでさ、どれだけ深くそれができるのっていう話やんか。全部浅くできるようになっても全く意味がなくて、でもっと言えば、自分が心からやりたいと思ったことじゃないと、何を身につけても中身がないから、身につければつけるほどすごい空っぽな感じになっていくと思うんやんか。だからまさにそういう状態だと思うから、まずは自分の心の声を聞いて、自分が何がしたいんだろうと、そのためにどんな仕事だったらそれが叶うんだろうっていうことを考えて見つける方がいいと思います。いつまでたっても幸せになれないなと思う人ってどういう人ですか？常に自分以外の誰かと比べてる人。自分幸せってさ、自分がさ決めるものだしさ、人それぞれじゃん。だから自分が幸せと思ったら幸せなわけよ。要するに捉え方なのにもかかわらず、なんか常にあの人より自分がどうとか、自分が劣ってるとか、あの人の方が劣ってるとか、あの人の方が幸せそうだから嫌だとか、なんかそういう人って自分の中に基準がなくて、相手と比べて自分がどうかというふうにしか判断できないから、いつまでたっても幸せになれないよね。前に社長が人生を良くするあれとして、人と比べることをやめて自分の軸を持った方が幸せになれるよっておっしゃってたことに対して質問来てたんですけど、それって何かコツありますか？何かに頑張って本気で生きてて、これだけは人に負けないって思えるものが一つでもあったら、比べなくなるよ、自然と。まだどっか口先だけだったりとか、言ってるけどやってないとか、頑張ってるって言葉だけになって、でも自分は分かってんじゃん、自分がまだ足りてないこととか、自信持てるものがないこととか、やっぱそういうのを作らないと、人といつまで経っても比べ続けちゃうよね。なのでもうつべこべ言わずに、とにかく目の前のこと一生懸命頑張ってやって。これやったら人生変わるよっていう習慣1個教えてください。自分の意見をちゃんと発言することだね。自分が思ってることを言うのってすごく大事で、なんか例えばさ、なんかどこに旅行行きましょうかってなった時に、自分は海外に行きたいと思ってます、でもその他全員の友達が国内がいいですって言いました。そしたらさ、発言しなかったら国内になるじゃん、はい、っていう風に言わないと、人の発言の中イコール人の思考の中で生きることになるのね。だから自分がどうしたいと思ってるかを言うことは、自分の人生をそのしたいことに引き寄せていくので、それを自分が思ってることを言うってことはすごく大事だと思う。なるほど。社長、今日僕を夜ご飯寿司食べたいです。やだ、私ハンバーグがいい。じゃあみたいな感じ。みたいな感じ。お金は持ってるけど、なんか幸せじゃなさそうな人って僕たまに見かけるんですけど。いるよね。あれってなんでだと思います？お金しか持ってないんだと思うよ。人ってさ、人に必要とされたり、感謝されたりさ、求められたりさ、人から得られる無形の感情、それを向けられた時にさ、初めてさ自分の承認が満た欲求が満たされたり、幸せって感じるじゃん。でもさ、お金でしか買えないものにそういうものはないよ。夢とか情熱とかさ、思いとかさ、希望とか、そういうものもそうだけど、大事なものって目に見えないじゃん、はい、そう。でも目に見えないものにつながってる人たちのことを仲間っていうわけじゃん。そういう人がいないと、お金持ってても全然やっぱ幸せそうじゃないし、魅力的じゃないよね。全然幸せになりたいんですけど、なんかコツないですか？めっちゃ簡単だよ。え？幸せになるって決めること。いやいや、そんなん誰でも幸せになるじゃん。そして今が幸せだってことに気づくこと。で、いやいや、誰でもなれると思うやん、はい、誰でもなれるんですよ、幸せって。精神論じゃない。でも精神論から始まるから、考えたこと以上のことにならないから、人間は。だから私さ、例えば結婚するんですか、出産するんですかとか、論って高校生の時からずっと言い続けてたの。女子の中ではあるあるの会話なんだけど、でそれってなんかさ、結婚が幸せで、結婚しないと不幸みたいな、なんか人生観みたいな勝手な決めつけがあって、だけど私はずっと結婚してもしなくても幸せになるとしか思ってなかったの。だから今もどっちだったとしても幸せなわけよ。これって違い何って、別に環境とか物事の作用されないの。自分の意識が結局どう思ってるかが全てなんですよ。なのでまず幸せになるって決めてください。わかりました。言って、幸せになるって。幸せになる。もうなるよ絶対。おなるよ絶対。